皆さんこんにちは、恵美子島村のふわふわチャンネルです。イエーイ。はい、もう1月もあと残り少なくなってまいりました。はい、それでですね、今年1年ね、皆さんにいい状況で行ってもらいたいので、はい、今日は面白い話をしますよ。何でしょう。はい、もうね、前回ですね、私オンラインサロンで魅力塾っていうのをやってるんですね。はい、そこでお話しさせていただきました。はい、皆さんから大好評だったんで、はい、ぜひ、ね、皆さん、このふわふわチャンネルの皆さんにもお伝えしたいなと思いました。はい、これ縁起のいい話でね、はい、1月はね、はい、ひとりさんが言ってたんですけど、はい、えみこ、1月はなーって玉振りだよって言ったんですね。はい、え、ひとりさん玉振りって何って聞いたら、はい、魂が震えるってことなんですよ。あ、でこれ何のこっちゃってことだったんですよ。はい、そうしたら魂が震えるくらいね、はい、嬉しいこといっぱいやらなきゃダメなんだと。魂が震えるくらいね、はい、嬉しいこといっぱいやらなきゃダメなんだと。楽しいこと、はい、ね、やらなきゃダメなんだよっていうことだったんです。はい、でこの楽しいことをわーって考えるとね、うん、1年がね、最高に楽しいエネルギーでいけちゃうんだって。いいこと聞きましたね。それとか願い事も叶っちゃうらしいよ。嬉しい。それでね、まあ魂が喜ぶっていうのはそれぞれあると思うんですけど、まあ意識してみることなんですね。まあ私たちはいつも言うようにね、神様からね、楽しんであげようってね、そして人に親切にしてあげようって言われてきたんですね。だから楽しまなきゃ損損なんです。はい、その中で、で私たちはこうエネルギー体なんだけどね、ワクワクって言葉あるよね。はい、でもワクワクなかなかできないからふわふわ言おうよって言ってるんだけど、今日はふわふわ言いながらワクワクしちゃってほしいんです。はい、はい、でそれは、例えば自分のやりたいことはこんなことだなって妄想でもいいのよ。はい、妄想。はい、それからこうやってるな、ああやってるな、こうだな、あだなって妄想でもいいですね。はい、それから現実だったら美味しいもの、これ食べたいなとかでもいいですね。はい、それからなんか、趣味でもいいからこれ始めてみようかなって思うだけでワクワクする。はい、え、それから、なんか素敵なものを買う目標立てる。はい、うん、でもいいですよね。それからなんか新しいことチャレンジしよう、でもいいです。はい、で私がね、ワクワクしちゃったっていうね、エピソードがあるんですよ。はい、それは私いつもね、タクシーの運転手さんとね、会話してるんですけど、はい、一番最初の頃ですよね。はい、本当に乗った時にその運転手さんなんか暗そうだったんですね。なんでいつものように運転手さん感じがいいですねとか言ってたらね、うん、えっとかびっくりされちゃって、いや、そんな初めて言われました。まあ、それ結構言う人多いんですけど、うん、その人ははいとか言ってありがとうございますってなんかすごく謙虚でね、低姿勢な人だったんですよ。うん、なんかあったのかなってちょっと私も察知したんですね。うん、そしたら、いやもうなんかどっち行ったらいいでしょうとかなんかすごい迷ってたりして、ちょっとすごくなんか情緒不安定っぽかったんですよ。うん、それでね、なんか運転手さんって感じがいいねって言いながら、なんか癒し系だねとか言いながら話してったら、どんどん会話が弾んでっちゃったのね。うん、そしたらその運転手さんもいろんな少しずつ話してくれるようになって、いや僕はね、実はねって、タクシーの運転ね、やめようと思ってたんですって。まずかったらもういろんなことあっちゃって、ちょっと始めたばっかりだったんだけど、嫌なお客さんもいっぱい乗っけちゃって落ち込んでたんですよって言ってて、いやだ運転手さんもったいないですよ、せっかくね、このね、今ねこの時期にね、せっかくこのタクシーの運転手さんやったんだから、もうちょっとあれしたらいいんじゃないですかって、運転手さんが大丈夫ですよとかっていっぱい褒めてあげたら、運転手さんが喜んでね、でいろんなことを自分の前の仕事の話からいろんな話をするようになって、そしたら素晴らしいですねとかって私会話してたんですよ。そしたらね、最後にね、お客さん、今日はお客さんの席良かったですって、すごい僕もう少しタクシーやります、なんかやる勇気が湧いてきましたって、すごいテンション上がったんですね。はい、そしたら私もそのテンションが移っちゃって、めちゃくちゃ嬉しかったの。うんうん、それでね、何が嬉しいって言ったらね、魂が震えるぐらいだったんですよ。玉振り。それでね、それで降りた時、それで降りてきて運転手さんが握手してくれて、ありがとうございましたって言って、そのタクシーがね、帰っていくね、去っていく姿がね、まるっきりね、ルンルンでね、タイヤから煙を出してね、楽しいところに行く目的に向かってるよっていうイメージがしたの。なんか私その時にね、めっちゃくちゃ嬉しくなっちゃって、
なんかその運転手さんの気持ちが映ったのか、なんか小踊りっていうの、あのこうあんまり嬉しかったら踊りたくなっちゃう、こう、はい、あれになっちゃったんですよ。なんかそれで私ひとりさんにね、その話をしたら、恵美子それはいいことしたな、ちょうど1月だったんですね、また、そしたらそれは玉振りって言うんだよって言われて、その時にまたね、あの玉振りってことをまた聞かさせていただいたんですね。で、人によってそれぞれ違うんですけどね、なんかいいことしたなっていうか、なんかそういう時って本当に嬉しいなっていうのが私の中にも出てきたんですね。だから皆さんもね、いろんないいこといっぱいあるんですけどね、そんなね、あの玉振りもいいし、それから皆さんがいろんな妄想してね、妄想しながらワクワクすることとかちょっと考えてみてくださいよ。あと何日間かだから、この何日間で1月でそのことだけ頭に置いて、否定的なことちょっとだけこうこっちに置いといて、嫌なことがあるかもしれないけどこっちに置いといて、そっちに意識を向ける、なんか自分が楽しいことに全力でエネルギーを傾けてみるっていうのもいいんじゃないかなって思いますね。私はそういうことが楽しかったし、私はなんかファッションのこと考えてても嬉しいし、なんかいろいろと面白いことってね、考えてます。私は特にね、妄想の達人なので妄想しまくってますよ、はい、ということで、今日はね、1月に玉振り、魂が震えるような喜びを自分に感じる、そのエピソードを考えてみてほしいんですね、はい、はい、エピソードというか自分がやりたいことでも何でもいいです、はい、ということで、今回はね、玉振りのお話でした。はい、このお話がいいと思った方、シェアよろしくお願いします。いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。